これはでもズバリ僕の考えやけどもう結婚してるかもね世の中にはさあの19歳とかが好きっていう男って一定数おるやんかうんおん、ね、まず男からの嫉妬やろそうなのいやと思うようあと若い子と結婚しやがってっていう嫉妬と、うん、岩井君って女性ファンおるのかな女性ファンの嫉妬もあるんじゃない 結局、私ら20代、30代、40代じゃなくて19いったんかいみたいな、うんうん。なんかコメント見たらあこれ、シンクってるなっていうそのファンの方の意見かな、はいえー、前までその岩井さんは、うん、そういう10代の人と結婚することに対して毒を吐いてた芸風なのに今それをなるということは少しどうなんだろうみたいなねねななんとなく伝わるよ一応ね、ラジオ僕、聞いたんですよ。うん、一部部そのの分だけけですけど、うん、言ってたのが、うん えっっと、はきり何を聞ハライチのターンお前上品なラジオ聞かんねえないいややこんな汚いラジオやってんのにいや自分のやってんのクソやからさいや、クソって言うねん二人でやってお前いや聞くんぐらい上品で降りたいやんか今日も健ンコさんの中垣さんのラジ行った時おったケンコバさんがこのクロス FM が出えへんくてあっ久保田狂ってるラジオなんていう名前ってって言ってたんで狂ってないよ全然そんなことないです いやそれ聞いた感じやと、うん、あの多分絶対そこに嘘はないと思うんだけど、うんうん、コンビで言ってたのが、うんうん、向こうからもずっと、えっと、1617ぐらいの時のグループでご飯食べるとかあってんけど、うんえっと、岩井君は絶対2人で会うなんかできないと、うん、守ってたけど向こうが本当に好きやったから、うん、で18歳で成人になった時にこれで2人でご飯行ってくれるんですかと言われたとでご飯も行ってそこから、えっとじゅまあ、成人してから交際スタートして、うん、結婚も向こうからやねって。 なるほどって言ってた原市はねうーんだからええんちゃう原市さんね原市さんえなんで先輩なんんえなんでなんで俺後輩やと思ってえ先輩じゃないの先輩じゃないよ後輩なてか売れてたらもう三つけなあかんのそんなエグいこの世界ってエグいって意外と地獄やんけ俺地獄やでだからこうさ俺思ってんけどこんなさ世間がどうこうとか言うやんうん 文句言うのはええねんけど、うん、じゃあデーモン小暮さんが19歳の子と結婚したらどうなるねんあの人10億トンで56歳であれいやでもあれはその自分で言うてるだけやんか、うん、ほんまはもうジャスト60やろあんまもん <laughs> え10億トンでじゃなくて <laughs> 10億トンでじゃなくてジャスト60やろ今デーモン小暮<う> <laughs> 普通のおじさんやろ <laughs> てか60歳の小暮さん <laughs> <laughs> いやだからおっさんやんけ普通のただの <laughs> いやこれでねほんでまた思い出されたのが、うん これはね実はね18歳とか言われてるけど日本の法律当時ね16歳と結婚できたやんかトラブル U の高橋ジョージさんがまたピックアップされてるね高橋ジョージさんって当時多分30代か下手したら40ぐらいやってんけどめっちゃ美人の人よなるほどね俺、あの人好きやあの人16歳の時に結婚したやん名前ちょっと出へんけどでしたっけなんか三船美香さんや三船美さん船敏郎さんの孫あなるほど 俺さで、あと一つだけ気になっててこれはもう自分のそのなんていうのちょっと自分のなんか奥にいるクォーターがふむふむ何ちょっと待ってっていうのが一個あって岩井君がほら「文春」で突撃されたやんそこで何も言うてないねんけど言ってないね無言やね無言で次の日に結婚発表してるよねっていうことは文春はもう結婚発表するっていうことまで分かった上で前日に突撃したのそれとも、突撃してから いいろろろあっっってて次の日にやろうって言わはったのかなずばり予想でいい、うん、突撃されたから結婚発表したと思うよ俺はおな,なんでなんかなんかまずいなっていう <laughs> 別に悪いことしてないけどなんかまずいぞって、あのー、言うた言われてるだってまずくないやんだってまずくないじゃんイメージ悪いとで絶対二人でも言うてると思うねでもヌアラが今回のケースでヌアラと比べられた時にって言っていっぱい喋ったと思うよ ままあまあねわらがって言ってでもアイクさんも出てたんやねこれでもアイクさんはねはんなんかまた違うよねうんあと,あ,あとアイクさんに関しては15歳とかは相手がでそれを家に呼んだっていうだけで,でまあ仕事の相談に乗ってたって言ってるけどまあまあ、ね、でもしげちゃん言ってたしな自分のあれ別の事件でねんやめて <laughs> あーごめんやめてくわでもさ普通にうん。め ゃ普通にににな、冷冷静静考えよ俺に娘がいる19歳の芸人がテレビ出て売れてる芸人が結婚させてくれ俺は一回考えるな俺はね親父としてそれはでもさ立場が分かれへんのじゃ例えば鉄工場とかに勤めてる久保田としての立場やったらあれやけど芸人の父親であって19歳の娘がおるって言うとまたパターン違うじゃん一緒か ああいいよじゃあ別に鉄鋼場でいいよじゃあ例えば俺とするやんその前に鉄鋼場ってななん何なんか普通に俺のこと鉄鋼場の人いやいいねんけど別に何か引っかかんねん鉄鋼場がいや白 T やしんか鉄鋼場感あってんけどいや白 T と黒もふもふ鉄鋼場の人じゃないよ別に北の国の鉄鋼場な知らんけどそれはいやどう例えばやけど娘さん19がおったとして俺がちょっとあのこっちゃん いやまあお父さんちょっと何をしてるんだ仕事は芸人です売れてるのかはい y o u t u b e がメインです YouTuber じゃないかじゃあいえ芸人です下手いくらだ一。何ができるんだうちの娘のためにヘラヘラじゃないんだよはいお母さんお茶なんてまだ持ってくるんじゃないなんだ何ができるか言ってみろ自分にキスとかはんだをしてます よく平気でそんなことが言えるな、はい、それが面白いと君の思ってる部分なのか面白いっていうかその結婚しますのでもしこのお話がうまくいかなかったらけ情けない情けなくないのか <laughs> 43なのか43です取れよ帽子を人の家に来たんだからお父さんすばせでした <laughs> <laughs> 優しくしてやってくれなんで認めんねん <laughs> <laughs> でハゲてたら結婚できんねん、うん、あと僕はこの年だけど29歳だ <laughs> あれ 自由で産んでんんの <laughs> いやまあでもこれはあのー、花市はなんとなくやけど、うん、大丈夫やと思うそんなんないと思うまあまあ、ね、うん、だって岩井君ってそういう今までそういう話もなかったもん、うん、女性、まあ、女優さんがどうとかさニュースでしたねいいニュースというか、うん、これ